商店街ニュース龍の玉手箱、今月も始まりました。よろしくお願いいたします。さて皆さん、商店街のあちらこちらにあちらのようなバナーが最近飾られているのをお気づきになりましたでしょうか。第18回江の町尾道式典とございますね。でこちらに、今回の案内のポスターがあるんですが、2月23日の土曜日から、今年開催されます。今回はこの江の町尾道式典の会場となる、お店の方に、式典についてお話を伺っていこうと思います。江の町通りの東側までやってまいりました。ここからは、梶田時計店の梶田さんにお話を伺っていきたいと思います。梶田さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。梶田さんは、こちらの100年以上続く梶田時計店の店主でいらっしゃるとともに、自らも油絵を本格的に、取り組まれていまして、また尾道における美術活動にも積極的に、関わっていらっしゃいます。梶田さん、江の町式典、行われるということなんですけれど、どういった感じの絵画展なんでしょうか。まあ、もともとはですね、尾道が絵の町であるということをこう重んじたいというふうな方々がこういろんな取り組みをされる中で生まれた工房だと聞いてます。入選作、入賞作、はい、各所で展示をされるということなんですけれど、はい、こちらの方でも、はい、そうですね、尾道の、この尾道本通り商店街で、参加展の、店頭に飾られる予定ではあるんですけれども、当店でも運動の方に飾らせていただく予定ですね。はい。実際に今まで飾られててお客様の反応とかどうでしたか。そうですね、まあ、ちらっと見られる方もあったら、じっくり見られる方もいらっしゃいますし、まあ、そのついでにお店にも入ってみたいな方もいらっしゃいますし、まあ、皆さんそれぞれの楽しみ方で楽しんでいらっしゃいますね。今年の江の町尾道式典も梶田さん楽しみですね。そうですね、まあ、今年はちょっとどういう絵が来るか楽しみにしてるんですけれどもね。梶田さんありがとうございます。で、これからもぜひね、この町の時計店が、はい、町の時計店の絵描きさんとしてですね、活躍をしていただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。美術活動も商店街活動も合わせて頑張らさせていただきたいです。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、では今度は江の町通りの西側にあります工房尾道ハンプさんにやってまいりました。工房尾道ハンプの田口さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。こちらの方、工房尾道ハンプさんの方でも、絵を展示されるということですね。はい、毎回展示させていただいてますが、はい、ほぼ2階のスペース半の方で展示してまして、はいはい、ほぼ50点ぐらいですかね、飾らせて。50点ほども。はい、来られる方の、反応ですね、どんな感じでお客さん見てらっしゃいますか。もうこれは毎回楽しみにこの商店街を歩いて見て回ってるというファンの方がたくさんいらっしゃって、我々もご案内して2回一緒に見せていただくんですが、毎年毎回楽しみにしております。嬉しいですね。この式典の絵、いろんな方がね、尾道のいいところをそれぞれの観点で描かれるというところが面白いところですよね。そうですね、我々もなかなか路地とか、尾道の素晴らしい景色をゆっくり眺めることもないですが、そういうところを本当に、わあ、尾道ってこんないいところがあるんだね、こんな綺麗な景色があったんだっていうことを再確認させていただけるいい機会ですね。はい、江の町尾道式典、こちらの尾道本通り商店街でも2月の23日の土曜日から3月10日日曜日まで絵の展示が行われます。商店街を歩きながら気軽に芸術にも触れていただける機会となっておりますので、ぜひ皆さん尾道本通り商店街に足を運んでみてください。それでは商店街ニュース龍の玉手箱、今月はこの辺りでお別れです。さようなら。